ピーバースデーディア私、ハッピーバースデー私、おめでとう。今回出張先で誕生日を迎えました。もう帰りが遅かったのでケーキ食べたいなと思ったんですが、ケーキ屋さんはどこもやっていなくてコンビニに行きました。ショートケーキ欲しいなと思ったんですが売っていなくて、結局こちらのホイップクリームのプリンケーキを購入しました。生クリーム大好きなので。でせっかくの誕生日なのでということで、コンビニで購入できるスパークリングワインも買いました。早速飲みます。これ開けるの緊張します。おうおう、あー怖い、あー怖い、ポーンとか言わないかな。しかもここホテルだしね。うわー怖っ。お、開きました。グラスはないのでこちらのコップで飲みます。シュワシュワ言ってます。ではお誕生日おめでとう、乾杯。うん、美味しい。この後プリンもいただきます。